ゃにゃーん、どうもシュネコです。今回もノベルゲーム「地獄のインターネット」やっていきたいと思います。パート7ってことで、前回の続きからです。さすがに人の端末に保存された画像までは消せません。万事解決とはいかないわけです。そうか、まあダウンロードされただけはその元の画像を消してもダウンロードされちゃったらもう入ってるままだもんね。まあそこまだ消せないもんね。あ、そうか。ただ消すだけではダメなのか。さあ怖いよ、どうしましょう。呪いの画像は幸福の画像である。見よ、この画像を持つ者には幸福が与えられるのだとネットに流しましょうか。うまくいけば本物になるかもしれません。おお、いいじゃん。どうやって幸福の画像だって証明するんだ？そこが気になるよ。簡単です。キクラゲさんが幸福になればいいんです。え？あ？自らが幸福を体験するんですよ。そうすれば、これは正しく幸福の画像になります。なんだって？宝くじなんてどうです？それとも競馬かなとナナクちゃんはつぶやいている。お？それは、つまり、俺が宝くじなんなりなんなりを当てて幸福になれってことか。え、自分で1等、2等、3等、4等、5等、6等当てないといけないの？怖いよ。え、当たる？当てない。まあ、一番手っ取り早いかなと。わかりやすくていいじゃないですか。いいんかな？無理。そう、無茶なこと言ってないでしょ。別におこを当てるとは言いませんから、ちょこーっとしたことでもいいし、あ、そうか、別に一等じゃなくてもいいんだね。7億円じゃなくてもいいんだ。ただでさえついてないんだぞ。そんな悲しいこと、大声ではなくても、気の毒そうな目で見られた。の毒そうな目でまあまあ、ものは試しですよ。じゃだけやってみましょう。数じゃ当たると言いますし、本当に当たるかな？お金なくなるんじゃないかな？大丈夫かな？放っておくと、また、呪いの犠牲者が増えちゃいますよ。2回噛んだよ。わかったよ。やるよ。こうなや、やけくそである。噛みましたね。結局そうである。そうして、俺は手当たり次第、運試しを始めた。まあ、手当たり次第2位ですね。野田が。こんなことになるとは、どんなこと？貯金も、そこを突きかけ、もうこれが最後だと買った、最後の1枚。それが、なんと、高額当選。え？高額当選？え？7億円当たったの？え？いやー、こんなにうまくいくなんてなー。え？おー、すごい。それまでにかかった分を払っても、お釣りが来るほどの額。ボナパートを引き払い、購入した見晴らしの良い高級マンションから外を一望する。無事に呪いの画像騒ぎも落ち着いたし、買いましたね。大変でしたね。あれから、ナナクちゃんと協力しながら、せっせと削除要請を行った。消しても、どこかから現れる画像。確かに骨が折れた。思い出して遠い目になる。けれど、一等を当てました？7億になってた？そのもの、今となっては些細なこと。最終的には、キクラゲさんの幸福体験のおかげですね。ははは、そうだろう。そうだ。はあ、なんと美しい眺めが。おお。俺はこの人生でずっと運を貯めていたに違いない。すべてはこのための砥石おお、すごいぞ。そう。俺は今まさしく幸運の男になったのだ。すごい。一等かはわかんないけど。何億円かはわかんないけど。世界が輝いて見える。すごいぞ。待って、引いてない。無コンタイム。いやー、まあ、よかったですけど、なんだか、嫌な予感。嫌な予感怖いよ。そんな嫌な予感。うわーなに、真っ赤。その後、何どうした？ああ、歩けば、鉢植えが落ち、水道管が突然破裂し、道端では犬に噛まれ、まるでそれまでの見返りだと言わんばかりに、怖い。カラス。俺はありとあらゆる不幸を体験する羽目になったのだ。猫ちゃーん。これは第2章が終わりましたって感じですかね。はい。では次は第3章かな。第3章ですね。じゃあセーブしときましょう。日曜日。もはや朝食なのか、昼食なのかわからない飯を済ませ、ベッドの上に転がる。当然だが、やる気がない。まあ、日曜だからな。世の人々は休んでるし、今日は休みということで、そんな言い訳をしながら、ゴロゴロとしていると、事件は起きた。なんだ電話？後輩からだ。後輩。はい。先輩、お元気でした？今からちょっと会えないですか？なんだよ。今忙しいんだけど。まあ、そこをなんとか、おごりますから。ね。待って。なんか今忙しいとか。あれ？待って、ゴロゴロしてたんじゃないの？大丈夫？電話越しの後輩の声はやけに明るい。何かいいことでもあったのだろうか。実は最近すごくいい体験をさせてもらってるんです。いい体験ってなんだ？それでこの後集まりがあって、先輩もぜひ一緒にどうかなって。きっといいお話が聞けますよ。買いましたね、今日とね。ファイルさん、全皇帝川ハムくん。全皇帝だから皇帝、まあ、っていうことだよね。って。まあ、視点の弱ですよね。着きましたよ。ここです。マンション？ビルか。車で数十分。着いた場所は、何の変哲もないビルだった。ビルですって。どんどん進んでいく後輩に案内され、中に入る。なんだ？もう室内には白くて丸いハムスターのような不思議な生き物があちこちに置かれていた。ぬいぐるみ、絵本、T シャツ、バッグ。よく見るとあちこちに同じ白い生き物のグッズがある。なんだ？なんか白ハムくん、白ハムくんださっき言ったっけ？老人、子供、大人、様々な年代の人たちが談笑している。いい感じだね。こんにちは。新しい方ですが、何でも聞いてくださいね。この白いやつって何ですか？川ハムくんですよ。川ハムくん全皇帝川ハムくん。どんな失敗も優しく受け止めてくれる私たちの神様です。神様？ハムスターが神様？どういうことなんだという、なんかちょっと、一つの疑問をちょっと抱きつつ、今回のパート、時間がね、ちょうどいい感じになったので、ここまでにさせていただこうかなと思います。川ハムくんが神様？一体どういうことなんでしょうかってことで、もしこの動画少しでも良かったと思ってくださいましたら、高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ってことで、それまた次回の動画でお会いしましょう。ということで、ありがとうございました。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。左側の動画は最新動画、右側の動画はおすすめ動画です。Twitter などもやってますのでよろしくお願いします。チャンネル登録は画面左の丸のボタンをタップか&クリックでできますので、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ということで、それではまた次回の動画でお会いしましょう。ということで、ありがとうございました。